全然ですよ、気分は。三連休らしいっす、世の中は。あららしいっすよね、なんかどうやら。なります。今日は俺たちビッグシックスと思わないようにしようと。いや、マジで飲み込まれっからね。いや、そうだよね。マジで。今年。うん。今年じゃねえ。今節は。今節やばいがね。そう、調子いいと思っているチームだからね。調子いいっていう風なチームじゃないから。調子いいと思ってしまったチームが負けていくんで。 いかに、調子悪いかないま、っていう表情できるかどうかだからね。いかにこの、うん。うん。まあまあ、勝つんだけど、みたいな。物欲センサー的だね。ああ、そういうやつだな。うん。それもあるから、マジで、もう本当に。物欲センサー出しちゃいけない本当に。欲しがっちゃいけないから。サッカー、そういうとこ、うん。うん。モッキーファンデフェンどういったのモッキーファンデフェンは俺ですよ、シチー戦でハムっちゃったんですよ。空ラバああ、そうなんだ。そうです。ああ<ー>。あす。えー、ミッキーの不名誉な噂が見間違いでありますように、ということで。 なんかありますそんな不名誉な噂がある中は。なんかあの、ケツの方からポロリと、物体が落ちてきたみたいな話ですか。えあれはどう見ても芝だろう <laughs> はそんなバーだ。そう、あれ、うんちなんじゃないか <laughs> <laughs> やはりダイヤの意思は引き継がれるんだな。ダイヤ、トイレ行ったから <laughs> そうだよ、ダイヤの意思 <laughs> 引き継いでだ,だったら、トイレ行くよ、試合中に。 そう、だから、そういうことですよ。ああ、さすがにね。だから、もう、スパーズの選手は漏らすことないです。なぜならダイヤの血が。確かに。うん。そう。その辺は、仮に試合中でも。そう。行くっていう、そういうのがちゃんとあるから、あのチームには、やっぱりそういう伝統が。だから、スパーズの選手が試合中にうんこ漏らすことは多分ないっすよ。ないですよね。本当よ。リネカー勝つんだよ、マジわかんないです、ああ、いいリネカー。そんな小細工はどうでもいいんです。 僕が話したい話をします。すなわち、試合の話です。そうですね、今日は結構、これマジで、うん。スポーズ負けるとなんか、だいぶ、そんなことねえか、まだ。<後>ちょっと置いてかれてる感。まあ、ビラはね、ちょっと最近カラバオカップで、まさに、 カマダにぶっ殺されたわけでございますから、エメリーはまた。いや、なんでエメリーはこうカマダにやられるんですかね。次、カマダ戦うのがアーサルなんですよね、カラバーカップ。やばい。マジでエメリー。エメリーじゃないや、カマダが来てる。<laughs> マジで伏線が張られているという。うーん。もう、第一カマダ。 デスサイズカバナ死神カバナが。死神カバナがね。あれっやられるんじゃないか。解任される。持っていかれるかもしれない、本当に。一気に行くから、だから、あれ、遊戯王のビクトリードラゴンみたいなもんライフゼロにしたらマッチごと勝利する。あそこまで根こそぎ持ってくキャラなんで。そう、クルゼフスキーが、まあ、いるんですけど、クルゼフスキーは、最近はもうめっきりみたいな。インハー職人になってるし。 ああ、入った、押し込んでった。押し込んで、なんかもう、シュートのコース良かったな、今な。そろそろ来そうだったんだよな。からその前のコーナーらへんから、あるかなーって思いましたけど。なんか今、匂ってました匂ってたんだよな、やっぱ。行動上のペテンシー。匂うのも、うるすぎるんだよな、その。このボケも死ぬほどやってるしね。 数歳100回ぐらいは言ったとこで。<laughs> やってますね。やっぱセットブレっすよ、もう。まあ、ビラも普通に強いしな、セットブレ。うん、オフとかないあ、まあ、あるわけないか。あまあ、これはちょっと普通に、パチンコ、うん、ピンボール。私もビッグシックスから笑顔が <laughs>、消える。ワン、ツー、スリー、フォーで。うんうん。まあ、これちょっと、なるほーンだね。ハードラックですね、これは。 まあもうこれだけやってここにこう、うん。うーん。シェルタ1個目からちょっと当てるって感じか。<laughs> そうか。時間ちょっと直しましたけれどもいかがですか皆さん良き。良きに計らえ。はい。はい。もう彼女はず、ワンゴール。もう、にもう順位表は見ないことにする。見ないものとするこれまじ秋の鉄則ね。 <laughs> 順位表と睨めっこすんなんかな。もう2月3月でいいのよ。まあどうでもいいと。どうでもいい。うん。順位表なんちゅうの順位表飾りっす、あれは。なぜなら、いっぱい1位を経験したからです。<laughs> <laughs> たくさん1位を経験した後に優勝していないからです。<laughs> はい。まあそういうことなんですよ。そういうことなんですよ。 260日、280日くらい1位だった時もありました。<laughs> しかし、最後で夢は崩れる。だって3戦未勝利でちょっと沼っただけで順位一気に下行くからね。うん。そう。すごいっすよね。そういうことです。だからもう、話されすぎず、いつでも食える位置にいるってのは大事ですね。奇跡起きればまくれるかもしれないっていう順位にさえいれば OK。順位とか勝ち点差。 まあ、そうっすね。うん。まあ、8歳以内ぐらいだったらなんとかなりますね。8歳以内。まあまあ、そうな。今何節だっけこれ。俺、10。10!4 分の1四分の一。まだ4分の 1? うん。疲労感が4分の1じゃないぜ、<laughs> 今季<期>。<laughs> ずっと死にそうだぜ俺、俺、ね。おい。ええ、嘘、体感2分の1はいってると思ってたまだ10節 <laughs> まだ10節なんだよね。<laughs> 嘘でしょ<れ>シーズン長くねえー、えー。?10 節かよ。そうだろう。濃い気がするわ。えいえい、買っちゃえ、買っちゃえみたいな試合が一試もなかったからさ、わざる。この10節。っとはぁはぁ言いながら。とはぁは言ってる、マジで。やってるもんな。そうよ。てか俺ね、シティ戦のあの45分間。 体感2ヶ月あったよ。今 <laughs> <laughs> バカだな。そうなのよ。2ヶ <laughs> 月そう。体感2ヶ月あったから、あれでなんかバグってるんだよな。<laughs> あれが長すぎた、あの時間が。まあ、有給の時よ。<laughs> 俺5億電ボタン押したから、ほんとに。<laughs> ほぼ月読みだったもんな、あれ。うん、あれはやばかった。<laughs> 本当に。こっから12月にボスが待ってるからな、みんな。 寒さと疲労と代表域がないって。大変だと。大変だと。これ終わって、次終わったら代表域かもう。そうだね。ええなぁ。はい、俺それ そん、そのアクロスはやばいわ、えー。そんなのはもうね。それはチートクロスだわ。マジで。ビラからしたらどうしようもないですよ。あ,あれはやばいわ。おや,おや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 。あのクロスはやばすぎ。2枚フリーだったでしょ。2>, 2枚フリーだったね最後。ポケットなんていらねえんだと。<laughs> そううそんで十分。<laughs> これは、まあ、い<や>オンじゃないオンじゃない左足でこれ蹴るんですよ、<う>この男。出れないよ、T <ー>バーんなの。なね、シュートだもん、これ、ほぼ。こんなんは無理だわ。あ,あ。うん。ベネいなくてもソランケも合わせられたっぽいしな、俺な。こっちもまだ池田っぽいよ。まあ、あのクロス入ってきたら、 逆足であれは正直バケモンすぎますね。無理ぽって感じっすね。あれはやばい。さあ、追いつきました、スパーズ。あっさり。まだまだよやっぱ。意外とこの時間でスパーズ結構天気出てるイメージあるよ、俺。立ち上がり。で70分ら辺からだれるイメージあるよ。 それもある。うん。おお,おやあ<お>どうですさあ、ちょっとチェッキングバーありますかこれは。ドミニク・ストランケ、決勝ゴール。非常に冷静でしたけどね。この、やっぱね、1対1で俺浮かせられるやつがストライカーの条件をで乗ってるから。これはどうですかちょっと。パッと見オフっぽかったけど。うん。さあ、ただ。 やりきってやります。あ,あ、コンでしたね。コンですね、あれ。コン<ー>やりましたね。<laughs> <ー>チェンソーマン。いろいろ引き出しが。結構全然残ったとかあります思ってる以上に。うん。変なとこから飛び出して。いや残ってんじゃないこれはこのタイミングなら。うん。いや、残ってんじゃないこれ。これ残ってそうじゃないですかこれ。 イズコンの方が後ろにね、これ。全然。うん。これはンっぽいぞもう普通に。うん、まあ、最終ラインは左肩。コンサイドっすか、これは。ギリコンギリコンじゃないっすか、これ。ギリコンか、これオ。オンっすね、これ。 いやー。まあ、ゴールですね。ゴールですね。コンサイドですね、これは。素晴らしい。さあ、やっぱ、あそこで浮かせられる CF は見事ですね。可能な限り脱力感が素晴らしかったですけど。あもう蹴る前に。うん、ちょんって。しっかり。レフ野心相手に。一見てねエースレバーこエースですね。 さあ、ここでソランゲ、今季何ゴール目だ、リーグ戦二三ぐらいまあでもまだそんなもんかな。うん、でもまあまあ、やっぱ必要だなっていう感じはしてくれてますけどね。竹立てかけたかった300人しておます。今のコンポーズ、エズコンへの煽りではと <laughs> <laughs> エズコンが試合終わりにあのパフォーマンスの意味を調べたらマジで <laughs> <laughs> あ。あさあ、リッチーが サイドからあ触れ,触れてる完璧ですね、これは。たないんですねー。これは完璧。だから俺イメージなんだけどさ、スパーズめっちゃビラに強いなんね。う,うん。負けてないさては、あ二キラー。なんかそんなイメージない去年のビラパークの一戦が衝撃だったろうなこれどうやって対戦成績見るんでしょ、そこで。 さあ、今何かやったソランケはパホいや。見てなかったでも。リッチーは見事なパスでしたね。最近だと、うん、去年は4-0で勝って、あ2-1で負けてんな。負けてたか。回あ、まあ、ビラパーククソ強い時代か。ああ<ー>、うん、いや、違うな。ホームで負けてますね。 ビラパークでは勝ってるんですよ。あ、そビラパーク勝ってるかいや、このパス見事でしたね。これ、パパウ、パウ、パウがマジで、パパウ、パウ、パウしましたね、これ。いや、ほんと、パパウ。うん。パウ、パウの。パパウ、パウ、パウ。いや、これ、リッチー見事だわ。さあ、4ゴール目達成。リッチーええどこリッチーよリッチー ウィッチと、シタリッチハムった。いや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 ちょっと。ハムってたとしたら、それはちょっとスペすぎるんじゃないかという。ちょっと待ってくれ。お、棒バカルカモラ久しぶりに見たな。ああ、こんな髪だったっけドーグラスルイスオーマージュじゃないか <laughs>。にしてもこんな、うん、もふもふだったか。 大丈夫かリッチー。うん。泣きそう、エミリー。<laughs> 信じられないって顔してる。<laughs> <laughs> 大丈夫かちょっとハムっぽいところを押さえてますけれども。もうわ接触なかったあ、ここでもうこれ多分。 ああ。うん変わるかなこれ。ああ、変わりますねー。こ,すねーこれはもうハムか。うーん。うーん。プりちょっといたかもしれんな。あれなー。さあ。誰が左やるんでしょうこれは。 マディオが入ってきました。マディオはイングランド代表でも左ウィングやってたことないですね。<laughs> サウスゲートは彼は左ウィングだと思ってますよ。いやー、リスペクトするか。サウスゲートリスペクト。いや、これでデキとブレナン、ブレナン左の右デキとかじゃないんですかそんなことしませんかーいやうーん。いい左マディっすか。いや、マディ中央にいるか。いや、マディ中央だから左って。うん 誰だあれ。左にデキ置いてるかこれ左デキか。うん。なるへそ。デキはなんて便利なんでしょうかこいつ怪我もしねえしな。そうよな。<え>もうなんかあったらもうデキ置いとけば OK と。うんー。さあ、デキが行くのか、マディが行くのか。 おおうわあ、うん、久々に見たこんなフリーキック不意をついた不意をついたなんか、現代フットボールでこんな不意をつくことあるんだね。ってコース完璧だし。おおー、すごいお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 い。これは完璧だわ。今、ビラは何中だった壁の調整中だった いやだ、でも笛は吹かれてたんでしょうね。ああで、スパーズが意外ともじもじやってたのか。スパー、これ、スパーズが生んだ、おーよいしょー。<laughs> <laughs> 意外と、これな,な、なんでこうなってたいや、これ別に、そんな吹いつかれたわけでもないステップが短すぎてーいや。違うこれ鍵握ってるの、ペドロポロスすよ、俺。 ほやちょ、ペドロポロ見てください、これ。かみんなこの、ペドロポロがね、うん。明らかにまだ蹴る時の顔してませんでした。<laughs> <laughs> ペドロポロの表情だわ、もうこれ。えー、これ、アカデミー賞ですかいや、ペドロポロが素晴らしかったね、<laughs> 今ね。蹴る時見るじゃん。見るけど。一旦その、 立ち位置につこうかーっていう、もうあれですよ。新竜寺長の。なるほどね。新竜寺長じゃないわ。新竜寺長が。洗脳。あの、も、もんたみたいなもんですよ。